韓国国内で起きているかすかな変化。動画をご覧いただきましてありがとうございます。慎長下でございます、えー。この動画はですね、日韓関係のことについてお話しててるんですけども、まあ今日10月24日はですね、韓国の首相が日本に来られて、日本の安倍首相とですね、対談をすると、まあ、いうことがですね、日韓関係で言うと非常に大きなニュースだということなんですけども、まあ私自身はですね、これあんまり興味がないんですね。 韓国側ではずいぶんかあその大きなニュースとして扱っているみたいなんですけど、あ状況は変わらないんだろうなというふうふに思うんですけども、実はちょっとですね気になるニュースがあったんですね。でこれはどういうニュースかというと、朝鮮日報という韓国の、まあ、新聞で、ですね教師たちが反日スローガンを生徒に教養という、まあえー、記事があったんですね。でまあ、それに対して、あの生徒がです、ねまあ、立ち上がって、ですねそういうようなことをやめてくださいというようなことを言っていると。 まああのー、韓国の教師というのもです、ね、日本の日教祖同様にです、ね、非常に左翼的なあところですで、日本の日教祖というのは最近、だいぶ影響力が衰えてるんですけれども、韓国のです、ね、日教祖である全、ね、教祖という、まあえー、ところがあるんですけれども、ここはです、ね、今、非常に力が強い、えー、あの日本の日教祖がです、ねまあ、あのいわゆるそのピークだった頃と同じぐらい、もしくはそれ以上に力があると言われています。 でまあ、もちろん彼らは最後ですで、まあ、要は北朝鮮と連携していきましょうみたいな人たちが多いですね、だからあの保守的な政権、まあ、現在でいう自由韓国と、まあ、この間まであったですねあのパック・クネ大統領とかをですね一生懸命弾劾してたのがこういうような人たちです。 で、このニュースはですね、えー、生徒たちにですね、えー、その、いわゆる、教師たちが、保守的な政権なりですね、えー、いわゆるその、心理的な人たちを攻撃させるというようなことをやっていたと。で、えー、で、共に民主党であるとか、長グ久さんとかで,ですね、この間までいた法務省長,長官ですね、ああいう人たちをですね、まあ賞賛するように、まあ、まぁ、共していたなんていうようなことが、あ、記事になっていたんですね。 で、今回、ですね、韓国のその高校のですね、そういう生徒たちが立ち上がって、ですね、えー、まあそういうようなことをやめてくださいと、まあ、いうようなことを声を上げたと、まあ、いうことなんですよ。で、こういうようなことっていうのは、韓国国内でかすかな変化が生まれてるのかなというふうに思うんですね。 でつい最近もです、ね、韓国の大学教授がです、ね、いわゆるその日本の時代は良かったんじゃないのかというようなことをです、ね、本にしてです、ね、それがあのベストセラーになっていると、10万部ぐらい売れたのかな、えー、いうようなニュースになっていると、まあ、そういう本を書いた大学教授がいるというのは、実はそれほど大きな問題ではないんですけど、それがいわゆるベストセラーになったとっいうのはです、ね、やはり大きなニュースなのかなというふうに思うわけなんですよ、つまり彼ら自身の中にです、ね、そういう意見を聞いてみようかなというような風潮が生まれているわけなんですね。 要は一般の韓国人というのがそういうものに対して興味を示しているというのは非常に大きな変化かなというふうに思っているわけなんですよで、まあこれはですねどうして起きているのかというとですねいろんな理由があるんでしょうけどこれは私はです、ね、日本のおかげだと思います、日本のおかげつまり日本でですね最近、嫌韓的な、まあ、その意見というのがですね台頭して韓国に反発する雰囲気が出ているとこれがですね非常に大きな力になっているのではないのかなというふうに思うわけなんですね。 で、これはですね、あのー、2つ意味があります、その1つというのは何かというと、これまでですね、日本の時代がいい時代だったということを、まああまあ、自分がいろいろ研究した結果、ね、思っていた学者先生っていたんだろうと思うんですよ、でだけど、韓国ではやっぱりこう親日的な意見は言えない、社会的に抹殺されますから、であるがゆえにそういうリスクがあったわけですよ。 で、韓国でそんな本を出すとですね、社会的に叩かれてですねとあの、学校から追われてですね、大学の職も失ってしまうわけですね。で、あるがゆえにですね、彼ら自身はですね、そういうリスクを負うわけにいかない。まあ、家族もあるでしょうから、そういうことは難しいわけですよ。だけど、現在日本においてですね、いわゆるそういう嫌韓的な風潮が生まれている。だから、あその、まあ、そういうことに対して背中が押されている部分があるんではないのかなというふうに思うんですね。えー、例えば彼らは、韓国国内で全然本が売れなかったとしても、 日本でそれを出せば、日本で売れる可能性があるわけです。というのは多分売れるでしょう。あの、最近出てきた、あの、韓国でベストセラーになったって言いますけど、韓国でベストセラーにならなくても、日本でもかなり売れると思うんですね。つまり、これは別に金のためにやってるわけじゃないですけど、やっぱり彼ら自身、大学の教授とかっていうのもですね、生活をしなきゃいけないわけです。そのためには、職を失うわけにいかない。で、そ,その時に、まあ、いわゆるその、心理的な発言、 まあ別に親戚じゃなくて日本の時代がいいこともあったっていうだけなんですけどね。えー、そういうことをやって自分の職を失って家族を路頭に迷わせるよりも、えー、まあ、その反日的なことを言って無難にやっておいた方がいいなと思うのはやっぱりえ人間としてその、まあそうなるんだろうと思うんですよ。私も多分そうなると思うんですよね。韓国で生まれ育っていたら。でもそこに日本のいわゆる今の現在の嫌韓的な風潮がある。そういうようなまあ意見について受け入れやすい土壌があるとですね。 韓国で売れなくても日本でその本出して売れりゃいいやっていうふうに思うと思うんですね。で、つまりそうするとですね、韓国国内でそういういろんな意見っていうのが出てくると思うんですよ。もちろんこれまでのように日本というのはとんでもなくダメなあその国であって、その韓国から搾取ばっかりしてたっていう意見があっても私は全然構わないわけです。でも片っぽで日本の時代は非常にいい時代だった。日本のおかげで我々はネックや近代化を成し遂げたんだっていう意見もあってもいいと思うんですよ。 それが訴状に乗ることによって、いろいろ議論することによって、韓国の中でも多様な意見ということが出てくると思うんですね。だからそういうことがこれまでできなかったわけですよ。でこれが今現在の日本の玄関的な雰囲気によって、ある種日本のマーケットを見ながらですね、そういうような本を書けるようになってきた。ある種日本のマーケットを当てにしてできるようになってきた。でもう一つあるのはですね 先ほどの大学教授のような、自分で調べてですね、まあ、いわゆる勉強して、ある種そういうふうなですね、日本の時代が良かったって確信を持てる人がいいんですけども、今回の学校の生徒のようにですね、そこまで確信持てない人がいると思うんですよ。自分で長い間勉強すればね、そういうふうなことを、まあ、日本の時代は良かったとか、日本の時代は悪かったっていう確信が持てると思うんですけど、やっぱり高校の生徒とかだっていうと、そんなふ,なふうにはならないんですよ。だけど、彼らの中に疑問は浮かぶと思うんですね。 つまり、日本の時代が悪い時代だった。韓国国内でそう教わると、ね。で、そして日本の、まあ、大学の先生とか、ジャーナリストとか、日本の国会議員とかが、日本は悪いことやりません、悪いことやりました。そういうことを言う。そうすると日本でも韓国でも、日本が悪いことやったっていうことを一致団結してるわけですよ。で、そうすると韓国の国民っていうのは、特に韓国の学生っていうのは、そこで考えなくなるんです。日本だってそう言ってるんだから、まあ日本が悪いことやったんだろうって思うわけです。 でも今現在の日本の雰囲気っていうのはそうではなくて、韓国のそういうようなですね、えー、歴史を真摯に反省しろっていうことに対して、すごく反発するわけだからね。そこで彼らはですね、考えると思うんですなんで日本ってこんなに反発してんのと。日本の時代悪いに決まってんじゃんって思うわけですもちろんそこで日本の時代悪いに決まってんだから、日本が間違ってるって考える人もいれば、日本がこんなに反発するってどういうことなんだろう、もしかして俺たち間違ってんじゃねえのかなって思う人もいると思うんですよ。 なんで日本というのは加害者のくせにこんなに怒るんだろうこんなに反発するんだろうっていうことが、彼らの中で疑問になるはずなんです。今回の朝鮮日報の記事というのは、実は韓国国内で起きている変化、そしてその変化というのが、実は日本のこういう嫌韓的な意識、嫌韓的な発言、嫌韓的な行動、こういうものがですね、韓国国内の世論に反映されて、実は生徒であるとか、学者であるとか、そういう人たちの背中を押しているっていうことも、 言えるでではなないいのかなというふうに思うわけです私たち日本国民というのは韓国に対して直接的に働きかけることはできませんだけど私たちの行動が韓国国民の心の中に変化を起こさせて韓国の行動というのをかけさせることっていうのはできます彼ら自身がですねそこに疑問を持つ多くの人たちが日本人が何でこんなに怒ってるのかっていうことを疑問に持つこれがですね韓国国民の心の中に変化を生み出すことっていうのは十分可能だと思っています 私たちのやっている嫌韓というのは、やはり正しい、嫌韓というのはヘイトではない、嫌韓というのはあくまで韓国の反日に対して反発をしていることに過ぎない、韓国を嫌って、自らの中にある韓国に対する食材意識を解消し、そして韓国を突き放す、それでなおかつ韓国が日本から離れていこうというんだったら、それはそれで仕方がないです、問題なのは、韓国国内に変化を起こさせること。 私たちの喧嘩というのはそれができる。そして現在、韓国で起きているそういう変化というのは、ほんのわずかな変化というのは、私たち日本人の喧嘩によって引き起こされているということをですね、私たちは強く認識するべきだなというふうに思います。動画を聞いていただきましてありがとうございます。またですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインアットをつけてあります。登録していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。